人参栽培に挑戦しました。人参は7月から8月上旬に播種すると良いようですが、またしても遅れてしまいました。昨年も8月下旬でとりあえず収穫できたので大丈夫かなと願いを込めて播種しました。人参は好光性種子で、発芽に光を必要とする植物のようです。そのため覆土は控えめにした方が良いようです。また播種後の乾燥が良くないようです。その辺に注意し播種しました。今回は紅葉2号という品種で、巻きやすいペレット種子にしました。水はけが悪い畑のため、オキソパワー5を使用してみました。初めての使用のため効果は分かりません。播種前の土作りをしました。苦土石灰と堆肥は事前に入れておきました。オキソパワー5をパラパラ程度に巻きました。高度化成もパラパラ程度に巻きました。先週クワが折れてしまったため、スコップで混ぜ合わせました。熔リンを入れ忘れていました。これもパラパラ程度に巻き混ぜ合わせました。畝立てをし、9号1号マルチを張りました。肥料焼けしないように野菜の土を穴に入れ、空き缶で平らにしました。そこにペレット種子を2粒離して巻きます。離して巻くことで間引きをしなくても意外と大きくなります。好光性種子のため、光が届くようにうっすらと覆土し、軽く押さえます。押さえることで土へ密着し、乾燥防止対策になるようです。もみ殻をかぶせ、不織布を貼り、水をまき、播種完了です。ここからは昨年の状況になります。昨年も8月末の播種で遅かったのですが、そこそこ大きくなりました。本葉が2から3枚くらいに土寄せし、4から5枚くらいで土寄せと追肥をすると良いようです。密接して生育しても問題なく大きくなっています。穴の開いたところは土を埋めておいた方が良いようです。水がたまり、根腐れ等を起こすことがあるようです。人参は気温が低くなると葉が枯れてきますが、白い根が出て戸打ちするまで収穫ができるようです。雪下人参が好きなので、雪が降るまで放置しておきました。この辺に埋まってます。雪が溶けたのですぐに収穫しました。
雪下のうちに収穫した方がもう少し甘かったかもしれませんが、なんとなく成功した感じです。雪下人参は生のスティックが一番美味しいと思います。今年も長く収穫できると良いですが、どうなるでしょう。また報告したいと思います。こうご期待を。